まあ、4コーナー立ち上がり、まず先端開くのは6番の山口。残り800を切って正攻法泉文人を抑えにかかります。さあ眉毛泉一旦突っ張る構えも、1コーナーで誘導を切った6番の山口智弘が先行体制です。8番の豊田和馬まで続いて、さあすかさず2番の港が叩き返します。さあジャン前で2番の港が一旦追い出しをかけた格好か。ここは突っ張る6番の山口智弘、2番手5番の坂上でしたが、8番の豊田連携外して4コーナー回ります。さあ前段の混戦を見極めて、今度は泉文人の反撃。さあ泉がロングスパート巻き返して、最終周回はやはり99期2人のマッチアップです。山口智弘、泉、おっと落車、あっとこれは大量落車になってしまいました。残ってるのはわずか2名。1番の泉が先頭に立っていますが、2番手で追いつかるのは4番の 山根康道。残る7名が落車転倒となっております。2センターから4コーナー回って直線コースに向きます。泉文人先頭、差を詰めるのは4番の山根ですが、泉文人がそのまま突き放しています。2着に4番の山根康道。しかしながらこのレース大アクシデント、1センター過ぎたところ山口智弘の落車、これをきっかけにして後続6名が巻き込まれる格好になってしまいました。今2コーナー立ち上がったところで9番の宗像二郎が最上、続いて5番の坂上達弘も最上しています。今2名が最上していまして、残る5名はちょっと競争再開は厳しいでしょうか。6番の山口智弘には単価が用意されています。さあここで最上2名かわして5番の坂上達弘が、9番車宗像をかわしています。4コーナー立ち上がって最上した2名、5番の坂上達弘が先頭で折り返しました。その後に9番の宗像二郎が追っています。今5番の坂上がゴールを通過、そして今30メートル線付近で9番の宗像二郎、まもなくゴールを迎えます。残る5名